さあ、Mプロ時間がやってまいりました。本日1013番目でございます。さあ、今日はですね、オールザ比較級プラス理由というのをやってみたいと思います。では、早速例文ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、He works、彼は働いております。で、All the harder because he has a child、ということです。で、もちろん彼は子供がいるのでという理由ですね。これに一応相当しております。そして、皆さん、問題はこの All the harder、これですね。All the 比較級。なんじゃこりゃ。で、なりそうですが、皆さんちょっとやってみたいと思います。で、訳し方です。もう、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと理屈があるんですね。で、過去2番のところ、理由のところ、多分これが一番分かりやすいかなって感じがするんですが、皆さん、理由、と書いてみました。で、例文で言うとこの文末ですかね。because he has a child、彼には子供がおりますので、まあ、理由ですよね。ですから、皆さん、because は、皆さん、ご存知の方も多いかと思いますが、接続詞と言われてますね。ですから、後ろ sv という感じで、成り立っております。ですから、皆さん、理由を表す場合、後ろに sv があれば、because ということで問題ないかと思います。ただし、皆さん、ここはですね、単なる名詞だけの場合もありますので、という時は、前置詞の for を使っていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、ご存知かと思いますが、理由を表すとき、皆さん単語で言うと reason ですね。でその reason のとき、皆さん for と一緒に使う、そういう、まあ、使ってきたんじゃないかなという感じがいたしますので、ですから、その原因とか理由を表す場合は、because、接続詞の because、もしくは前置詞の for、これで表すんだというところは別に問題ないかと思います。ただし、からどうしましょうですね。で、これの波線のところ、彼には子供がおりますので、というところはこの波線対応させております。で、懸命にっていうのは一生懸命、harder ですね。で、働きます。works。問題ございません。となってくると、この四角で囲みません。この座をどうするかなんですね。で、それを理解するために、皆さん前回、1012番のところからお伝えはしているんですが、皆さん、ザーというのは確かに一つに特定できるんですが、基本的に二つ以上ですね。二つの、状況と比べて、比較してですね。そして比較した中で、こっちの方です。みたいな感じで、一つを特定すると。そういう風に意識していただいた方が分かりやすいですよというお話をさせていただいております。ですから、それをですね、まあ、今日の表現に当てはめると、子供がいない時といる時、これでございます。これさ、見た目的には彼には子供がいるんですね。で、子供がいるんですが、当然、子供がいる時に、一生懸命働きます。でも、二つということは言い方があると、彼には子供がいない時もあったはずです。ですね。ですから、子供がいない時にも一生懸命働くんですけども、でも子供がいる時はなお一層一生懸命働きますと。こういうイメージなんですね。ですから、子供がいない時といる時、二つですね。前提としている状況はこの二つでございます。で、そのいない時といる時を、比べているんですね。ですから、いない時にも一応働くんですけども、いる時の方が、これですね、いる時の方が、というふうに、特定しております。ですから、いる時といない時、一応どっちとも頑張って働くんですが、でも、いる時の方が一生懸命働きます。こういうイメージなんですね。ですから、子供がいない時といる時、二つを比較して、で、いる時の方が、より一層働くと。こういう風なことを実は明示しているんですね。ですから、実際訳し方もそれに相当いたします。彼には子供がおりますので、一応一生懸命働くんだけども、いない時と比べて、
より一層一生懸命に働きますよ、というようなことを実際に意味しているんですね。ですから、ザという働き、前回からお伝えしておりますが、本質的なところですね。この二つの状況を比較してるんだ、というところを皆さん押さえていただきますと、こういう別の表現になった時にも応用が効きますので、ぜひお勧めしたいというところでございます。で、あと皆さん、オールはじゃあどうなるんですかっていうとですね、皆さんの一番下に書いてみました。オールってのはですね、協調のためだけに存在しているだけなので、ですから、今日はありますが、省略していただいてもいいんですよ、ということです。でもこれも実は前回です、お伝えしたんですけども、112番のところでは、ザ・非可及・オブ・ザ・トゥーということをお伝えいたしました。で、ザ・非可及・オブ・ザ・トゥー。特にオールはくっついていないんですね。そして、次回皆さん1014番でお伝えする予定のザ・非可及・ザ・非可及。うなうにゃすればするほどますます点点点という表現皆さんご存知かと思いますが、その時に皆さん、ザ・非可及の左側にはオールはくっついていないんですね。ですからそれが本来の姿でございますので、ですからこれはあくまでも強調のためだけについてるだけなので、ですから省略していただいても構いませんよ、ということですですね。ですから、訳し方的にはなんか具体的にバッと出るかっていうとそういうわけではないので、まあ、そういう、存在だというふうに認識しておいていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では皆さん、一つこういう感じでございますが、やはり定着させるためにはこの赤シートで隠してスラスラ言えるというところを皆さん徹底していただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では皆さん、1014番。今度はザー非可及、ザー非可及やってみたいと思いますので、今日の皆さん、このザの使い方ですね、もちろん前回1012番もそうなんですが、そのザの使い方を応用するとどうなるか、ザー非可及、ザー非可及で共有させていただきますと幸いでございます。今後ともよろしくお願いいたします。